おい、ニュースは見たのか？ロークの話？お前たち二人で合わせて300万の損害を与えたらしいぜ。脆い家に住んでるからだ。見てくれ、絶対気に入るぜ。バン！そりゃなんだ。ドーズの金の隠し場所。金の追跡に成功したのか？ほら、ここ。カイの携帯はここにある。ドーズの会社の本社ビル。ただし警備はガチガチ。専用エレベーターに対爆処理の窓ガラス。それ知ってる。マイアミと海を挟んだフォスターキーにある。そしてこれが半年前最上階のペントハウスに設置された金庫の発注書。映像聞かせてくれ。分厚い鋼鉄の扉にダイヤルロックとマグネティックシール。それを爆破する。それだとビルごと吹き飛ばすだけの爆薬がいる。だから爆薬はなし。あ、だろ。知り合いに自動でダイヤルを回す金庫破りのロボットを持ってる連中がいるんだ。ブルートって呼んでた。そいつならあっという間にどんなダイヤル錠でも開ける。連絡しろ、そのロボットがいる。もうしたよ。あとは受け取るだけ。まさかこんなところまで来るとはな。本当にこんなところに？まあな、軍を離れてちょっと寂しくて、友達も作ってで、しばらく腰を据えた。聞くな答えるなってか。面白い。陸軍では何を？情報分析官。その経験を生かしたってわけか。不況の真っ最中にすねに傷がある人間がまともな仕事に就くのは難しい。ああ、話せば長くなる。無許可離隊だ。期間は？まだ離隊中のままだ。ところであんたこそどうなんだ。おう、マーカス！ユウ！ああ、ちょっと太ったんじゃない？バカな。それで君はすごい格好。最悪、砂だらけじゃなければ超強力な日焼け止めが必要なところよ。ああそうだ、ごめん。彼が話した友人だ。いや、ニックだ。よろしくミスターニック。別に変じゃない、綺麗だ。ありがとう。で、金庫破りとやらは持ってるのか？いいえ、それは砦に取りに行かなきゃダメ。え、砦にか？持ってきてくれるとばかり。親父さんもいるのか？やだ、パパはもう怒ってないわよ。本当か？さすがにあなたを見て祝杯をあげはしないだろうけど。それじゃあ取りに行こうか。ねえ、乗せてってくれる？もちろん、いいぞ。最高ね。ここを右に行って。それで最近は何してるの？変わらず。国内？海外？海外かな。どっち行けば？道なりよ、曲がるところで言う。それで仕事は楽しい？払いは悪くない。ニックはどうなの？ブーマーと一緒だ。あら、悪い仲間なのね。ゾクゾクしちゃう。親父さんはまだ持ち歩いてる。マーカス、あなたって人は気にしすぎなのよ。もうパパも落ち着いた。それで君ら二人の関係は？ああ、それは…マーカスと私は愛し合ってた、パパは怒ってたけど。その理由もわかるけど。それでマーカスが出て行こうとした時、パパったら君を連れてね。誘拐だってパパは言ったけど、とってもロマンチックだった。でもそれでパパを怒らせたの、多分。ブレスレットを見せてやるよ。うん、 GPS よ。私の居場所がいつでも分かるの。なるほど。親父さんはそのヤバいのか？元シールズよ。シールズの隊員なんかじゃないって。それからパパは共産主義に侵されたアメリカ政府と衝突して、仲間の愛国者とコミュニティを作ったの。愛国者ね。武器持ってるのか？たくさん。楽しい連中だよ、知り合いだ。ほとんどはヒッピーさ。いいえ、ヒッピーはみんな行っちゃった。え、どこ行った？そこ。そのまま砂利道をまっすぐ行って。
これはこれは、マーカス文化戻ってきたな、宝刀息子。アルパートさん、今回はどうも。ああ、いいさ、気にするな。それで君がニックか。あんたのロボットでどんなダイヤル錠も開けられると聞いた。そうだとも、ニック。時間はかかるがな。ニック、面倒さだな。おお、驚いた。まさか本当とは。パパは私の電話をいつも盗聴してる。面倒さ君は人気者だぞ。ロスのストダードって男も君を探している。25万ドル払うと言ってきた。今ここに来る。ごめんね、マーカス。お前たち、面倒さ君とそれからマーカスを大統領執務室にご案内するんだ。待って、ニックだけでしょ。マーカスは最初から目障りだった。そいつもだ。マーカス、本当にごめんなさい。さっさとそのクズを娘から引き離せ。それとマーカス、言っておくが、人種は問題じゃない。お前という人間が俺は嫌いなんだ。一ついい知らせがある。マジかよ。どこでそれを。ハグした時にデューンが。彼女は俺たちを売った。デューンはあんたを売った。でも彼女は悪い子じゃない。なるほど。いいぞ、ついてこい。ああ、頼む。よし、ここから脱出する方法を見つけよう。そいつは賛成だね。ここは一体何なんだ。ミサイルのサイロ、90年代に廃棄された。昔はよくパーティーに使ってた。はあ、本物の核ミサイルがあるとか言うなよ。そんなもんないって。今知らないけど。何発残ってる。数発。よし来い、そのハッチを見つけるぞ。抜け出しやがった。
カスってガキは前から気に入らなかった。すかした野郎だよ。あんな奴を仲間にしてたなんて信じられないぜ。ああ、連中だけじゃない。メキシコ人にヒッピー、クソがいっぱいいるだった。だが、トニーが仕切ってからはあっという間に全部変わったぜ。そういや、あのメキシコ野郎、警官だったらしい。たく、ちょっと警官が多すぎるぜ。奴は元警官だ。しか前に脱走した野郎だってトニーが言ってる。で、そいつになんで賞金がかかってる？トニーも知らねえ。取締局の奴の携帯にあった。連中スキャナーを持って行きやがった。あった、そこにはしごだ。外に出られるぞ。よし、行くぞ。よし、荷物を取り戻すぞ。何言ってんの？それより逃げなきゃ。いいか、ストダードに荷物が渡ればカイとタイソンのことが漏れる。だから置いていけない。くそ。なあ、ここからどうする？下はアルパートの仲間だらけだ。そうだな、左側から登れそうだ。オッケー、待った。それか右のフェンスの下をくぐれるかも。ああ、それか正面突破だ。は？その気があればだ。あんたに任せる。俺はついていく。それで問題ない。まいったな。決まりだな。行くぞ。いやね、俺はもうダメかも。ニク、あのトレーラーだ。他に選択肢はないのか？ここにはない。今のは何だ？見てくるかい。今のは一体何だ？そいつを食べるのか？いや、皮を剥ぐだけだ。もったいなくないのか？俺は直刀族じゃない。命の罠に知るか。だから言ってんだろ、働くと動かそうなんて絶対無理だ。何を言ってんの？そいつの変化プラグは先が欠けてんだよ。交換したはずだぞ。その後、誰かが入れ替えたんだろ。あのトラックから部品を取ってこれたなら今は確認直せてるんだ。おい、このプラグをつけたら誰だ？俺のじゃないぞ。
動くなよ。おい、何なんだ。絶対下ろすな。待てよ兄弟、話し合おうぜ。あったぞ。そこに誰か倒れてるぞ。急いでここを出る。奴はまだ近くにいるぞ。よし、チェックする。気をつけろ、仲間がやられてる。一体ここはどうなってる。誰も彼も最終戦争でも始めそうな勢いだ。ええ、トニーはちょっと普通じゃないの。それでなんで金庫破りのロボットが必要なの。ニックの復讐に必要だ。そう、じゃあ正義のために使われるのね。飛行場に行って、そこにブルートがあるわ。分かった、本当にそこにあるのか。ええ、そうよ、そこがトニーのガラクタ置き場なの。早く行って。
それで、一つ聞いておきたいんだけど。一つか。なら俺は聞きたいことが山ほどある。ちょっと待ってくれる？デューン、なんで俺たちを罠にはめようとした？ニックはまたあなたの悪い友達だろって思ってた。でも警官だって分かって、それも困るけど。そんなこと言って、俺たちと一緒に来るんだろ？どうかしら？なんだよ！くそ、ブーマ！私はストダードって男にあなたたちを売って、25万ドルを手に入れようとするかもしれない。おい、なんだそれ！バカね、脅かしただけよ。びっくりさせるな。弾は抜いてあるわ。前が見えない。みんな大丈夫か？デューンが撃たれた！腕を撃たれたわ。足も折れたみたい。助けを呼ばないと。マーカス、私たちを襲った連中がやってくる。これ覚えてる？ああ。ニック、応急処置の間足止めして、銃はトランクよ。任せとけ。言っておくけど、前はこんなじゃなかった。違う。こいつがプラン B だ！まだまだ来る！移動しろ！これで全部だ。おい、大丈夫か？手伝ってほしいの。トニーはハンターよ、だからおとりが効く。私、砂漠は性に合わないみたいだし。一緒には行けない。病院まで送るよ。いいの、仕事があるでしょ。飛行場はすぐそこよ、急がないと。デューン、分かってる。幸運を。また会える。それとトニーにクソ野郎って伝えて。なあ、あの家の焼け跡を調べたらどうかな。燃えたばかりみたいだけど。だから言ったろ、いい子だって。その彼女の父親が俺たちを殺しに来てるんだぞ。逃げればいいんだ。飛行場なんだろ。なら飛行機がある。それで、デューンの言っていたアルパートが飛行場に集めてるものって一体何だ？ろくでもない収集兵器だよ。違法なものほど欲しがるんだ。そうか。それで具体的には何だ？軍の横流し品、戦車にヘリ、それに戦闘機まで持ってるんだ。
金を腐るほど持ってる。ドラッグで儲けて憲法の武器を持つ権利を信じてる。よし、あれだ、古い飛行場、そのまま。飛行場はこの先だ。あんたが警官だったなんて信じらんない。ああ、親父も警官だった。本当？ SDE を知ってるか？キューバの秘密警察、普通の警官じゃない。オーケー、そう、それで家業を継いだ。そりゃどうかな。親父は拷問が仕事だった。そいつを家にも持ち帰った、わかるか？それで俺は警官になった。本物のな。悪かった、それは残念だったな。だが警官を辞めても腐った連中を止められる。さあ歩くぞ、行こう。ブーマ、アルパートの部下がもういるぞ。あ、そこから道を挟んで、倉庫は見えるか？囲まれてる。中に入るそうか。待ってくれ。ああ、考えがある。少し派手になるが。ブーマ、ブルートを見つけたぞ。Stop!
敵だ。エンストしてるぞ。煙幕が消えた。ブーマー、アルバートをやった。あんた世界を救ったんだ。クソったれ、これで止めるはずだ。よし、そっちに行く。クソったれって止めるんだろうな。カイとタイソンと合流したら、まっすぐマイアミに向かう。ちゃんと修理できたろ。